一部になりすぎて、はい、あるかないか分かんなくなってる。分かんなくなってるんですよ。だからまあちょっともしかしたら今日はこのまんま行くかなと思ってるんですが、はい。はい、まあ2人とも相変わらず修正は下手ということで、はい、まあ竹内さんは意外と早い番号結構引いてるんですけど、ね、まあ今日はお互い100番台の後半で、そうね、まあ、入場という形になりましたので、ね、うん、今日は、はい、いつも竹内さんが僕を待ってくれたりとかして。まあ、好きな機種打てないことが多かったんで、うん、竹内さんが打ちたい機種を打とうというのがテーマですね。ちょっとね、最近またモンキーの波が来てまして、波が、うん、で今日はまあその新しめのタイム取れない番号なので、はい、モンキーを並び打ち、はい、しましょう。わかりました。まあ、あの僕もですね、ずいぶん打ってなかったんですけど、うん、最近ほんとちょろちょろっと打って、うん、まあ、いろんなことをこう思い出しながら今やってる最中なんで、はいはいはい、ちょうどいいじゃん、はい、そういう意味では、ね、まあ、リハビリがてらって言ったんですかね、うん、はい、ガッツリ出そう。モンキータンはやっぱどのお店さん行ってもやっぱ扱いいいので、うん、まあ打っといて損はないんじゃないかなと思います。行きましょうよ、はい、だからもう2人とも上位行って爆出し、あの右上の数字を両方ともレインボーにする。はい、 OK。 はい、なんかあまり気持ちこもってないけど、帽子ないから、うん、まあ分かんないです。本体が向こうの可能性ありますからそうだね、今ちょっと魂半分ぐらいしかないから、そのさかなクンシステム帽子がないです今日帽子じゃないから、あれは あっちがさかなクン、さかなクンさんなので、はい、僕も嵐くんさんがいたいのでちょっとまあ今日不安なところありますけれども、まあ、竹内さんと一緒に楽しんでいければ、はい、行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。それは大丈夫明日に向かって打て F。 じゃあ嵐さん、はい、並びで取れたので、はい、行きましょうか。はい、ここのとこずっと打ちたいと思っていたモンキーターン。で今日はもうあの青島集会やりたいので、はいはい、ずっとやってないので、まあみんなやりたいんですよ、でも竹内さんなんか今日はって言ってますけど、今日こそ毎回言ってるでしょ、今日こそはやりたい。そうそう、今日こそは、うん、今日こそはやりたい。今日はあれしましょうね、レースで、はい、で最大レンチャー数が多かった方が、はい、飯こちね。そうですね、多分、うん、最近我々ちょっと、うん、宮崎で流行らせようとしてるスタイスが、うん、実戦中は飯行かない。あ、そうね、そう、うん、展開いつもなんか後半なんか伸びて苦しむから、うん、飯はもう後回しにして、そうだね、最後空港で食いましょうもし時間があればね、なってるんで、空港で、今日の飯をおごる権利をゲットできる、怒られる、要はいただける権利をかけて戦うと。う で、ね、でシンプルにレンチャン数勝負なんで、うん、はい、例えば1セット目にめちゃくちゃ上乗せしました、はいはいはい、完走しました、うん、青島ブレイズハタの負けましたは1セット扱い、うん、1セット扱いだね、はい、そうだね、そうそう、だから出玉でめっちゃ勝ってるのに怒らされるっていうパターンも存在する。下もね、うん、パリパリってなったよね。究極目、もあるんじゃないですか大丈夫、見せてる大丈夫です。嘘、怖。どこ狙う？どこでもいいですよ。俺が見たいのは、うん、ブランクズ柄揃いですけど。え、難しいこと言わないで。まあいいですよ、竹内さんそこまでは求めない。あ、違う、ブーンって言ってる。弱チャンスだ。弱チャンス。懲罰なんじゃないですか、懲罰。あ、そうかもね、はい、それか直撃したらあれですよ、めっちゃ設定さ甚大ですから。弱点数も4以上です。あ、もし直撃したら、しかも6の可能性大幅アップ、もし直撃したらね、はい、懲罰ですね多分。
ね、懲罰でした。平和地のスペースで引いたジャックチャンスで懲罰。懲罰ミスったらマイナス1ポイント。あ、ミスったらちょっとプレッシャーかけないで。懲罰はね、ちょっと不安。絶対クリアしなきゃって思うから。あー、なんか嫌なやつだな。あー、当たった。レインボー出ました。あー、素晴らしい。当たりました、懲罰から。111ゲーム、ゾロ目投手4000円です。あ、全然違った。なんかこぼした。いや、収穫こぼしました。全然見てなかった。一応これ平和島ステージ中にボートいたんですけど、はいはい、まあ、その時俺ボートから懲罰出てくれば、これガモーさんの一応黄色札も出てるんで、ライバルボードガモーの可能性が一応何かは当たります。そう以上は失敗しよう、失敗しよう。失敗して復活なら懲罰、復活なら懲罰。あ、来た来た来た、いいんじゃないですか。マジでライバルボードガモーさんの可能性、コンバート 20% ぐらいだと思ってます。よし、頑張って行くよ。あ、くるっとペラシステム、ペラシステム。やばい、頑張ってよ。旅遅れないですね。ラストでなんとかなんないかい。アルサつけ、あ、いやいや、俺が狙ってるのはグランドスラムじゃん。なるほど、そっか、それがあるのか。本気だ。ああ、またよくやるんだよな、これ。いや、いいじゃん、ここで出てくれ。出てくるのかい。出てこないんです。まあまあまあ、まあ、強調以外怖いですね。ああ、気悪くないですね。なんか食べたいもの考えといた方がいいよ、奢ってくれるから。いや、俺が単発が終わるとは限らない。このおじさんがご飯を奢ってくれるから、なんか食べたいもの考えといた方がいいよ。当ててから言わんかい。いつもはほら、例えば経費では食えないものとか頼んだ方がいいよ、本当に。カツカレーとサンドイッチとバカじゃん、バカが食うやつだよ。サンドイッチはでもあれですから、サラダみたいなもんですよ。立ちようがないな、これ。えのきさんですか。うん、あ、もうトラブルです。やべ、気抜いちゃったな。2500円ぐらいするやつあんの。チキン南蛮のあれと。あ、よかった。よかった。ずるとりあえず単発回避ですね。スケマイ講座とかあるんじゃないですか。1人目、1回目誰でした。1回目はアリサ。アリサか。おう、30上乗せです。いや、でかっ。え、何で乗ったんですか。今日チャンス。おー、うまっ。いや、でも上乗せあんま関係ない。そうなんだよね、はい。ああ、赤チャンスが出てる。いや、もうそれは全速ですよ。バトル工学じゃないですもんね。違う、うまいっすね。あの、2個リール、あ、2ブルしてるんですか。2ブル言ってくださいよ、早く。あの、髪の毛の話してるから。ああ、すいません。俺が2さらされてる。はい、全速です。はい、頑張ります。ボート、ボートですよ、ボート。ボートね。全速中はもう何はなくもボートです。3桁2回、3桁2回。分かりやすい直近の成功体験を連呼するっていう。最近やったので。はい、20
29ぐらいですか、25 予想25 40, あ40でした。あんまなんか派手な音聞こえなかったなんかちょっと俺も、まあ、40もらいましたね。でかいですよね、うん、実質80終わった1秒後に滑りましたねまあまあまあむしろバトル広告いってほしいやん、そこは。そうだね、そこの3分の1取れるかどうかがまず大事ですから。そう、3分の1なんだもんね、はい、あ、ダメかな、ダメですね。あ、また行ったよ、懲罰。よし、2度目の正直、はい、あ、もうあとちょっとですね、ここは当てておきたいし、うん、なんだと失敗してグランドスラムチャレンジやりてえよ。あ、いいプラン。まあ、めっちゃ薄いですけど、1.2% とかだった気がします。見たい。俺の時はアリザランプついてます。あ、失敗した時全然失敗する気満々だった。取りましたね。366ゲーム、はい、最強のビッグだ。あ、色ついちゃった白から。一応ここの第3だったはずなんですよ、うん、ちょっと覚えてないんですけど、うん、レバーなかもしれないですか。だから僕は一応このリールの中心で V を叫ぶっていう話してるので、はい、リールの中心に真ん中中段にピンク V をビタを、はい、これでやってます。これでクリア確定ですね。確定じゃないです。むしろはちょっと不安だ。まあまあまあ、女性スタートさあ入っとけば大丈夫だと思うんですけど、うん、緑だからね。いや、緑は危ないですよ、まず。緑でもこぼしたらモンキーでは勝てないよ。緑入ってたらモンキーじゃ勝てないぞ。あべえよこれあー、はまった嬉しい。浜岡さん、こういう時に飛び込んできてくれる浜岡さんが僕大好きはいはい、大丈夫ね。大丈夫、3番人気の浜岡さんです。はい、2連目 OK。 バカンス行きてえな。小池さんで白ですね。まあやっぱダービー、まあ色変わればですけどね。まあ現状はやはり、まあ、ダービーキングっぽいかなっていう気がしてます。あ、同じぐらいにレース迎えそうだね。そうですね、うん、いや、あ、いた。1ゲームだから早いなと思ったんですけど、行ってくれましたね。お、頑張って。はい、ここもペラシステムなんだ。いや、ペラが関わるとか全部ペラシステム。でかやる。50はでかいよ。いや、その後もダメ。あ、なかなか、あ、おー、おー、熱い。そー、熱い。あー、いけ。スケーボタン。やったよ、50%取ってねえ、バカだなあ。ペラシステムが引けよ、モーター引いたところまではすごいんだけどね。まあ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 、まあ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 、でも50一回取ったから、まあまあまあ、まあ、あ、悲しい悔しい。なんかね、ペラが回りそうな気してたの、止まりそうな気してたんですよ。シューンってね、シューン。いつもよりなんか勢いねえなと思ってたあれ、外した瞬間にプチュンっていくんだけど、プチュンっていうか、まあ普通に乗る、あ、ドーンって、まあ、50、あれ50以上、あれ100以上でしたっけ。いや、ちょっと分かんない。いや、プチュンとかあんま起きない気がしますけど。
それ今 V 揃ったらね、3連が確約されてます。そうですね。あーっと引いた、引きました、すごい。あーっと引いた、引きました、すごい。あんたすごいじゃん。なんかすごいな最近。あ、こっちか。はいはい、あの、いや、究極目かなと思ったんですよ。あ、究極目じゃないの。究極目じゃないっぽいですね。あ、なるほど。さっきの、さっきのお返し、お返しが、お返しが来ました。何本もらえるんや。いや、これ300もらえ、え、金200かよ。いや、初めての現象なんだよ。ちょっと何かね、4連続で金。いや、完全に究極目だと思います。あ、レインボーまで行ったわ。はい、日本一のレーサーから明日パッと消えて震えて、すごいかっこいいぞケンちゃん。あ、100なんだね。そうか、100個なんかもっともらえるとね、あれあれで僕はあの、あ、この間そうだった、あれで究極が引いたから、てっきりまあ300、うん、とか思ってたらまあ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 それがあるとね。でもまあ、まあ、あ、嬉しいですね全部は、うん。で俺は2レース目なんで、はい、一番人気は浜岡さん。浜岡さん、うん、あら、スタートさえ決めちゃえば江戸木さん追っ払えるんで、スタート決めよう。あ、これはあのキングが江戸キングが飛んでくる。江戸キング飛んでくる、はい、後の時には行かせる。あー来た、江戸キング、まあ、白だからね。まあそうなんです。あー無理かな、何一ついいところがない。ここでレアークね。そう、それしかない。そいや、はい、2連です。はいはい、ワンブルー、ワンブルー、おー、いいね。赤い、赤い、ダモさん、ダモ落ち、やべ、あ、よしよしよし、斜めテンパレ、あー勝ってねえか、勝っちゃむし、よっしゃ、あ気合が乗ってるね。いや、そりゃそうだ。くっぺやか、あげろ、あまる、せれれれ、せれ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 せ毎回このパターンで間違えてる。ゲームスマッチ、いつものかっこいい、かっこいい、ガモスレイヤーだ。ガモスレイヤー すげえガモさん。いい目押しでした、いい目をしたった、いい目をした、エキサイティングですよ、おー、すごい、これは大チャンス、やるしかない、ブルレ、ブルレ、ここは俺も素直に応援させてもらうよ、ブルレ、ほら、まあまあ絶対負けてるでしょうから、ブルレ、もうレース展開だから何も見てないですから、ブルレって、やるやりました、やるさ、これで、え、まあ、一応今レバーセンティングストーリー使ってたんでこれを言わせていただきましょう。はい、アロシステムに敗北はない、素晴らしい、ありがとうございます。3セット確定なんで D の残りはなくなりました。 D よかったね吠えた、普段無口で D が吠えたで現状俺が負けてるね。あ、そういうことです、ね、だから世界が平和になるプランよー、あ
のオスンナビのチャンスしびれますね。しびれるね。あんま、でも、うん、冷静になったら左ライナビだったんで、はいはいはい、気づくべきだったんですけど、ブルーレしか思ってなかったんで。一瞬なんか分からなかった、ね。はい。俺あーって思った時にもう来ちゃってました。なんでレインボーなんだろう。さあ次は何色かな。まあ多分次は色つくって、うん、まあ届って赤だと思う。おう、まあ、ダービーキングだと思う。ダービーキングですか。油断はしない。はい、V を叫んだね。叫びました。いい寝押しだったと思います。なんでだよ、やめて。あいや大丈夫だって。女性スタート、女性スタート決めりゃ。ちょっと榎木さんと道具じゃおっぱないみたいな。おお、権利は得た。弱点、弱点、はいはい、あ男性ね、男性際どい、まあ道口が吹っ飛んでくると思いますよ多分。あカモさんだ。あなんかこれはいけそうですね。いけそう、はい、負けるとき道口来そうなんだよ。あ長いっす。あ4セットだね。はい、バカンスか。おいえバカンスとか、あそこバカンス出る。あ出ました。いやレバーで行かなかったっすよ。わかんない、いや俺の記憶が間違ってる。レバーで行く時もあった気がしますけど、わかんない、俺も確かバカンス行ってない。さあキュ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 はない、サイトはない。あでもこれはあれなんですよ、竹内さんも負けたやつ、ね、さっき負けたパターンだね。えのきさんがいるから、うん、際どけれ。おお、あチャンスで、弱チャンスだ。まず際どくない。エキサイティングレースだったかな。まあそうなりますよね。ヒールがいつブルブルブルっていうのを体の表現体の表現ですね。厳しいか。ケロ、エノキさん帰って、エノキさん帰って。帰んない。エノキさんずっと。サラちゃん。スミちゃん。いや来い。スミ。まさかの。スミちゃん。何にもでございません。はい。何にも出ません。いやでもすごいよ、はい、でもまあまあまあ十分っちゃ十分ですね。そうだね。はい、よかった。えのきさんを生かしたかな。お安い、お安い、まだお安いね。ガールズ、ガールズ、おはよう、リーパイよ。あ、言ってくれた、バトル降格。生かしたいですね。生かしたいね、これは。6.5% が取れない。お、ああ、あれ上げ行きました。上げ行きました。ああ、強調です。ああ、強調も大事です。エノキ、エノキッチ。まあ、一応全速の可能性もありますからね、強調。強調？はい。エノキさん、さあエノキッチやっつけるぞ。えい、あっつあっつあっつ、あっし、待って、裏連戦の可能性ありますからね。エノキさん8分の1で、あお、おお、これはエノキさん倒したぞ、エノッチ。いやこれなんだったらもう
下から行った方がいい。いや、曲がそうですけど全然ありますからね、見せてやるもん。見せてくれ。最低でも金 V 赤。あ、だった。あ、金 V、 まあ V があるね。あ、V かな。全速か。でも今白だから V の方が実は良かった説はね、ある。いや、白じゃない、黄色。あ、黄色か。あ、そうだ、あの女の子出てますからね。そうそうそう、とりあえず全速ですね。でかい。あ、もったいない。ちょっと少なかった。ねえ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 。あー、お前、あー、引いた引いた引いた。めちゃめちゃ熱いですよ。バトル攻撃中にジャックチェック。これはまあ、もっと今度は道具だね。取りましょう。よしよし。2ゲーム目のやっぱ緑は強いですよ。緑強いね。75% ぐらいの方が。あー、青ですね。普通の方ですね。まあまあ、来い。冷静、来い。あー、来れないっすね、2人とも。あ、来た。あ、エノッピ、エノッピスレイヤーになろう。あ、エノッピ呼びしちゃったのが入るね。やっぱ。あ、勝ったです。俺言ってねえのに、わーって。エノッピに勝てるな。エノキさん取れる日は勝てる日ですよ、マジで。よし、さっきは全速だったから。まあ、今、まあ、V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 。ああ、金かシルバーの V 確定です。まあ、さすがに普通の V だとは思いますが。金 V 取ってる。うますぎる。金 V 取った。連戦するのかい。するんだね。連戦連戦連戦。鎌岡さん絶対勝ちたい。よし、タグエさん、これで3セットまではいくわけですね。うん、3セットまではいくね。いい勝負になってきましたね。なってきたね。ここで V 取ったら並ぶとゲーム数ですね。20。そして温泉。エノッピー、エノッピー風、マジで。言わなくていいか。さすがにね。まだあるぞ、ワーク。ワーある。わあ、下手だな、ワーの言い方が。そうか、ちょっと似せる気なかった。下手だと言ってたね、今、わーって。え、本当はわあ。わーそういう、そういう高さなのね。そうわーじゃない。わーはただ落ちてるだけなんで、ちょっとから崖から落ちてて。はい、ではいきますか。342ゲーム、はい、持ちコインでの初当たり2回目でございます。
放課後行か。3回目滑り込んだ最後の最後のやつもらってろ。いやおさすがっなんて言ってんの本当にキョウチか。あ、じゃあキョウチじゃない、ジャクチェリーだ。あ、ジャクチェか。全速だ。全速だ。まあ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 、うれしいうれしい。あ、何と？あ、はいはい。まあしょうがないですね。しょうがないね。ワンセット。はい。244枚という。はい。あ初めて見た。いいっすよ、ね、懐かしい。懐かしいですよ、ね、はい。ではいきます。125ゲーム、はい、持ち玉持ちコインは持ちコインです。1051枚、はい、あまだ1000枚ある。はい、まあ全然浮いてます。あ当たるんかい。最強のミッツじゃないですか。まさかの怖い最強のミッツ。頑張ってくださいまず。そうだね、頑張ろう。そしたらゴチもまあまあそれはもう思いますよ。そうだよね、はい、それはもう 0.8 パートぐらいしかないんですよ。なかったっけ。俺はガンボーさん。ガンボーさん、はい、じゃあ頑張っていきましょう。まあ一応あのグランドスラム確定のシナリオの可能性もありますけど、はいはい、まあ、基本的には最強のビーツです。最強のビーツ。あ、こちらは早くも勝負どこ。勝負どこ来ましたよ。エキサイティング取りたいですね。ニッパーしかないんでこの白。エキサイティング取りたい。エキサイティング取りたい。エキサイティング来い。強チェ引いたらグランドスラムですよ。強チェね。わ、緊張しますね。緊張する。 2% 取ってるっていう点もあるけど、はい、やばい。ガモッチ50分の1ですから引けない数字じゃないですか、ね、そうだよね。でも強チェでもいいし、最悪最終ゲームの出会いでもいい、ね、うん、あライバルランプも何の変化もない。まあしゃあねえな。まあしょうがない。惜しかったな。惜しかったな。さあ俺も一発は落としてないよ。さすがに変わってくんないね。そこね、変わんないですね。いやマジ一回ぐらいスタート決めようぜ。決着。よし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 。もう大丈夫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 。生き方でもう大丈夫。
ちょっとドキドキしました。さすがに大丈夫ですよ。ああ、はいはいはい。まあまあ。緑黄色。最終ゲーム。あらららら。ラトルだね。ラトル。ガモンさん。ガモンさんには負けられねえ。スレイヤーだからね。やるな。ぶっちゃ。ジャマくん、ガモンさんにちゃけてやる。なんて。やばい。これやばい。ガモンさん。危ない。あわかった。1ゲーム取った。ちぎれ。V あ。V 以上。でかい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 。はいはい。初 V 取ったね。ねね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 。なんでや。これでまた三。あの多分その前に取った、ね。あはいはい。ボートでも取った。浜本さん。よし、これはきっちりいただいて。諦めろ。こっちのセリフチェンジ。あ、やばい。ちょっと。いや、緑出てますね。そうだね。ねえ、わあ。やっと来た。危ねえ。マジで。危ない。わあ。まあ出すためのね。出すため。そろそろ連戦いいんじゃない？いや今全力ゼロスキがバトルをもう一回引っ張ってきてくれると俺は信じてます。あ、よし3つ目3つ目です。すごい 6.5 取った。えらさきた勝つ。よし、あ、緑だ。よし赤とか出ちゃう。もらえやばい。もらえ頼む。エロキさんぶち。よしキープイ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 全速キープイパオーポーナス一回落ち着きましょうか、はいはい、もう1点だった場合は、うん、このストップはここ持ち越されるんでここはできますから、はいはいはい、むしろ熱い。こう1点の方が熱い。まだレレ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 なるほど。一般戦の鬼とか、あれが、一般戦の鬼はなくなります。次の、銀杯が持ち越せることが。濃厚。これは？これ、7以上だっけ？ 9 以上だっけ？同期。同月スペシャルが、こう言ってなくなったのか。愛知の巨人か。愛知の巨人確定？ちょっと待って、道具スペシャルももうないはずなんで愛知の巨人書くかな。あ、絞り込みました。はい。帝王の可能性ももちろん。帝王か巨人なんだ。はい。じゃあ持ち越せないと。そういうことだね。はい。うん、5連確定は消えたか。消えたけど、うん、より可能性は高まったから。ご視聴いただき本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。
あ、よし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 、消えてなかった、消えてなかった、ずっといた、いた、うん、おー、紫チャンス、これは、これは3桁か、わお。今日はあのちょっとホテルに帽子を忘れちゃったんだよね、多分ホテルだと思うんですけど、ホテルになかったらどっか道端に落ちてるってことになるんで、あの皆様もあの夏たい方いたらフリー素材なんで、あのいつでも慣れてくださいサラサラってね、はい、この感触には結構自信ありますんで僕。いや本当にね、確かになんかストレス抱えてる時はいいと思う、いいと思います。あの僕毛がめっちゃ柔らかいですよ、超猫っけなんで。猫っけの坊主は珍しいな、はいはい、だからふわふわしてるんで、